網野駅は、京都府京丹後市網野町にある、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、T20、宮豊線の愛称区間に含まれている、京都府最北端の駅である。2014年に、京丹後市の駅の愛称選定委員会で公募を経て決定した、愛称は、生午前と乙姫の里駅、1927年の北丹後地震により、 網の駅構内で横転した国鉄8620、形状機機関車牽引の列車単式、島式の複合型に面参線のホームを持ち、列車交換が可能な地上駅である。駅舎は、海に浮かぶヨットがモチーフであり、単式の3番乗り場側にある、島式の1.2番乗り場へは、古戦橋で連絡している、丹鉄線内に15駅ある、有人駅の一つであるが、出荷札業務は、 京丹後市に委託されており、早朝と夜間は無人となる。自動券売機設置。窓口では後券の入場券、乗車券、自由席特急券を購入することが可能。窓口に常備されていないキップ類は補充券を発行する。かつては待合室にキオスクが設置されていたが2011年4月29日をもって閉店し、売店施設とも撤去された。 2013年10月1日に京丹後市観光情報センターが開設された。同時に京丹後市観光協会事務局も丹後地域地場産業振興センターから駅舎内に移転した。しかし京丹後市観光情報センターは2019年4月より閉鎖されている。上記の路線名は旅客案内上の名称で記載している。 かつては、駅舎側のホームが1番乗り場と扱われていたが、運転取扱い場は1番乗り場が3番線、2番乗り場が2番線、3番乗り場が1番線となっていた。ウィラートレインズへの移管以降に、運転取扱い場の番線番号に合わせて乗り場番号を振り直したため、乗り場番号も駅舎側から3.21番の順となった。3番乗り場が上り本線。 2番乗り場が、下り本線である。上下副本線である1番乗り場は主に西舞鶴、福知山方面からの折り返しに使用され、特急単行リレー号及び、快速列車などが使用する。1日3本設定されている、当駅止まりの普通列車の内朝の1本は、後続となる特急列車と接続を取り、列車番号を変更した上で引き続きと8日まで。 運転されるため2番乗り場を使用する、とびき浜道の駅単語味わいの号網野の中心市街地とは、離れており、北へ1キロ程度行く必要がある、海水浴場が多いこともあって、夏場の賑わいが際立つ。冬場もカニを食べに来る人で賑わう、ここを通るすべての特急が停車する、1日の平均乗車人員は、以下の通りである、第2回近畿の駅百選に選定されている。 ウィラートレインズグユタカ旋回速、普通峰山駅闇野駅夕日ヶ浦木津温泉駅、ありがとうございます。